アルベール・リベラディアスは、スペイン・バルセロナ出身の放送、政治家。シウタダノス党首やカタルーニャ州議会議員などを歴任。エサデで法学を学んだ。両親は、カタルーニャ人とアンダルシア人である。16歳の時に、水泳のカタルーニャ州選手権で優勝した。ラモン・リュイ大学のビジネススクールであるエサデで法学を学び、憲法学の修士号を取得した。若い頃に、 法律の世界に興味を抱いて、法学を学び始めたが、スペイン中のディベート大会に参加する中で政治に興味を抱き、完璧な演説技術を身につけた。市民組織、シウタダンスでカタルーニャの憲法学教授権推進者だったフランセスク・デカレイラスは、エサデで、リベラの指導教授だった。大学卒業後には、バルセロナに拠点を置く、貯蓄銀行、 ラ海社の法律部門で働き始めた。2002年から2006年までは国民党に所属していたと報じられているが、リベラ自身は正式な党員だったことを否定し、青年組織の活動の一部に参加していただけだと主張している。2006年7月にはカタルーニャ州で新政党シウタダノスが設立され、初会合でリベラが党首に選出された。 2006年カタルーニャ衆議会選挙の準備を行うために職場に無給休,休暇を求めている。シウタダ,ダノスは11月1日に行われた衆議会選挙で3議席を獲得し、リベラは衆議会議員に就任した。選挙期間中には公衆の目を引きつけるために当主のリベラ自身が全裸で選挙ポスターに登場している。 セクシーなヌードが印刷された数万枚のビラが配布されたほか、1万枚のポスターがバルセロナ周辺のバスの車内、掲示板、建物などに貼られた。この宣伝手法に不快感を示す有権者もいたが、リベラの外見の良さを喧伝するのに役立った。2007年9月、カタルーニャナショナリズムへの反対姿勢を2ヶ月以内に放棄するようにという死の脅迫を自宅に受けた。 2010年にはバイクが恋人だと語っている。2015年3月初頭時点で、ツイッターのフォロワー数は21万4千人、Facebook のフォロワー数は13万3千人だった。ありがとうございます。